皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店になります、今日はね、雑誌の付録レビューになります。今日買ってきたのはこちらになります。ゲットナビの11月号になります。今回これ待ちに待ったね、雑誌の付録になります。何がついてるかというと、こちらですね、ヒコールマンの、ミニショルダーバッグがついてます。こちらですね。でね、素材もね、一応ね、レザー調って形でね書いてありますので、なんかね、素材も良さそうですし、あとサイズもね、ちっちゃくなく大きくなくって形でね、こちらにモデルの方が、しょってますけど、なんかね、ちょうどいいサイズで、iPhone とね、ちょっとしたあの小物をね持ち歩けるサイズ感になりますので、ちょっとこちらの方をね今日は開封レビューしていって、でね、こんな感じで、いつも通り段ボールの、ね、箱に梱包されてしまっているので、こちらの方を、開封して、開封した後の状態から、あと匂い、あとは機能的なものをね紹介していければと思っておりますので、じゃあこちら開封していきたいと思います。はい、それでは開封していきたいと思います。こんな感じで、近くからの撮影になります。コールマンミニショルダーバッグという形でね、かなりね、ちっちゃく、そしてね薄く梱包されております。一応梱包されてるサイズとしては、雑誌ね、この雑誌に対して、はい、こんな感じですね。雑誌の2分の1ぐらいのサイズで、梱包されております。薄さもね、なんか2センチぐらいの薄さでね梱包されてるのでね、こういうねレザー調のね、カバンなんだけど、まあ、この薄さにね梱包されてるので、ちょっとどういう状態かまず開けてみていきましょう。まあただね、こういう形でね、まあ、綺麗に梱包されてるのはね逆に嬉しいなという形になりますね。まあ、ちょっとね、人によったらね、折りじわとかがついちゃっててっていう人もいらっしゃるかもと思うんですけど、やっぱりね、運送上のね、関係もあるのでね、できれば、綺麗に梱包されてる方が嬉しいっていうのは嬉しいですね。じゃあ、早速、梱包されてる状態の、確認になります。はい、こんな感じです。どうでしょうね、本体とこの箱の大きさがほぼ一緒ですね。なので、こんな形でね、梱包されてますという形になってます。はいはい、じゃあこんな感じで出していきましょうか。はい、じゃあちょっとね見ていきましょうかね。なんかね、どっかのやつでね、大人なレザー調っていうのはここですね。ここがね、コールマンって書いてあるこのロゴがね、レザー調のやつなんですね。でこうね、四角と刻印みたいに押されて、いるこのねレザーに、それがね刺繍されてる感じになりますね。はい、でね、カバン自体の素材はね、ナイロンっぽいやつなんですけど、ちょっとね、名前出しちゃうと、ポーターさんみたいなね、ああいうねしっかりしたね、ナイロンですね。ナイロンっていうよりかね、布のようなナイロンのようなっていう素材ですね。だからね、そんな中ナイロンですよってわけでもないし、布ですよって感じでもないのでね、これ非常にね、ちょっと比べて大変申し訳ないんですけど、ポーターさんみたいなね、非常にねいい手触りの素材になってますね。はい、でここの今言った通りね、コールマンっていうとこだけが、レザー調なね、刺繍がしてありますという形になってます。あとの付属品はこちらですね。ストラップがついてます。でね、ここのストラップはね、長さ調整ができる形になってます。
あとはね、このフックの部分はね、プラスチックですね。硬質のプラスチックになってます。でね、これ回るようになってます。まあここの部分ね、あの鉄の金具の方がいいかなってたまに思うんですけど、結構ね、こういったあのミニショルダーバッグの場合はね、やっぱりあの軽さも重要なので、あとね、やっぱこれ iPhone とか入れたいので、ここ金具だとね、あのそういったね貴重品にあのカチカチぶつかっちゃう場合があるので、ここはね、あの個人的にあの意見が分かれると思うんですけど、私はね、これそんなにねプラスチックって言われて、あの言っても硬いプラスチックなので、硬質のプラスチックなので、そんなにね割れることないと思うので、まあビジネスバッグだったらね、さすがにちょっとこれ大丈夫かなっていうのがあったり、私も実際割れたことがあるんですけど、まあこういうねミニショルダーバッグだったらこれでいいのかなと思ってます。このストラップの長さと、あとこのね本体のサイズは、概要欄の方に載せておきますので、そちらを参考にしていただければと思います。じゃあまずこちらのサイズですね。さっきのね箱と同じサイズだったので、こんな感じですね。ゲットナビの雑誌の約半分よりちょっとちっちゃいかなって感じですね。で横が、縦がね、これもね雑誌のちょっとちっちゃいかなって感じですね。まあ、こんな感じですね。はい、こんな感じになってます。サイズ感としては以上になってます。じゃあこちらね、あと匂いね、匂いをちょっと確認してみましょう。はい、匂いは今ね、実際鼻で嗅いでみましたけど、全然しません。あのよくこういうのね、あの化学繊維、特殊な化学繊維がねきついものもあるんですけど、一応ねこちら、このね、布のようなナイロンのようなみたいな素材、本体の素材と、あとここのね、レザー調のねコールマンというタグ、2つ匂い嗅ぎました。どっちもね、全然全く匂いしないです。はい、これはね、匂いしませんっていう形になりますね。はい、で次はね、じゃあ、機能を見ていきましょう。まずね、全体的に膨らまします。はい、膨らましていきますと、はい、こんな感じですね。縦がこんな感じです。で後ろは、特に何もないですね。まあ表も裏も、外ポケットと言われるものは特にないですね。あと両サイドも特にあのポケット的なものは特にないですね。こちらもね、あるのは、このねショルダーストラップをつける D 缶があるだけですね。でこちらも、D 缶もプラスチックになります。はい、次はね、上ですね。上はね、収納するところがチャックが2つありますね。チャックについては特にねこのタグの部分ですね、チャックのタグの部分もね穴が開いてるだけで、特にね、何もないですね。でこの部分はね鉄ですね。でねこれまあ穴が開いてるのでね、何かね、チャックを簡単に開けれるようにね、なんかキーホルダーみたいなのはつけれるかと思ってます。じゃあ開けてみましょうかね。じゃあこちら、まずこちらのね表側のポッケを開けます。一応ね今私のこれ、個体差あると思うんですけど、一応ねチャックは引っかかりないですね。こんな感じでチャックはスムーズです。でちょっとね、私の今なんかチャックきつそうに見えたなっていうのは、何も詰めてなくて、あの今ね、開封した状態で、触っているので、ちょっとここのねチャックの部分が完全に膨らんでないんですけど、これがねちゃんと膨らんで、ここのチャックの部分がねこう内側に全部あの入れば、これね普通に、まあ、こんな感じでね、こんな感じで普通に入ると思います。まあ、ただねちょっとチャックもね、個体差がありますので、そこはご了承いただければと思います。はい、中についてはね見えますかね、
ちょっと暗くて大変申し訳ないんですけど、ここ大きく入るとこですね。これね、2つチャックがあるうちのこちらじゃなくてこちらですね。あのね、コールマンの、このロゴがついてる方あるじゃないですか。こちらの方が、メインの、収納のところになりますね。これチャックがこれ2つあって、イメージ的にはこっちのね、後ろ側の方の、収納にするところがメインに見えるんですけど、実は、こっちのね、コールマンって書いてある外側の方がね、これメインですね。こっちがね、この分のマチ使ってます。わかりますかね、マチがね、こっちの大きいマチとちっちゃいマチの2つあるんですけど、こっち側のコールマンって書いてある方の、チャックの方がこの太いマチの方の、収納するとこになってます。でね、このコールマンって書いてあるこの裏側ですね、ちょっと見えにくいと思うんですけど、暗くて、ここにね、内ポケットがありますね。内ポケットはここからね、ここまで、この長さがね、内ポケットになってますね。ここからここまでなので、この内ポケットにね、スマホを入れたりね、なんかカード入れたりっていうのができると思います。はい、ちょっとそこがね、ポイントですかね。なんかね、こういうショルダーバッグだと普通ね、こっち側 あの後ろ側の方がね、メインポケットなんですけど、こちらのね、コールマンのこのショルダーバッグについてはね、こっちのね、コールマンのタグがついてる側がメインのポケットで、そっちの方がマチがあるというのが特徴になってます。で、続きましてね、開けちゃいましたけど、こっちですね、後ろ側の方は、マチがね、薄い感じですね。マチはこんぐらい、1センチぐらいしかないです。上がね、マチが 2.5 ミリぐらいで、下がね、1センチぐらいのマチですかね。で、こちらもね、ちょっと暗くて見えにくいんで大変申し訳ないんですけど、こちらはね、こちらの面の方に、メッシュの内ポケットがありますね。でね、内ポケットはここからここまでですね。この間隔で内ポケットがあります。こんな感じですね。ちょっと見えないですかね。はい、こんな感じでね、メッシュの内ポケットがあります。で、こっちはね、私使おうとしたらね、こっちの方がね、1センチぐらいしか厚みがないので、マチがないので、こっちにね、 iPhone、 私 iPhone 使ってるんですけど、こっちにね、 iPhone 入れる感じですかね。こっちに iPhone 入れて、こっち側に、小銭入れとかを入れる感じですかね。はい、こんな感じになってます。こちらの後ろの面の方が、マチが1センチぐらいしかないので、こっちは iPhone と、なんかね、ここにメッシュの内ポケットがあるので、カードを入れる感じですね。で、こっち側のね、コールマンのロゴがついてる方はね、結構マチが 2.5 ミリぐらいあるので、こっちはね、2つ折りの財布とか小銭入れが入れられる感じになりますかね。あとはね、イヤホン入れたりとかね、なんかそんな感じでね、ちょっとね、近場をブラッと行った時に、iPhone 入れて、携帯を入れて、こっちに2つ折りの財布を入れて、あとはね、内ポケットが両方ともついてるので、そこになんかね、カード類を入れる感じですかね。はい、そんな感じになってます。これ非常にチャックもね、私のやつは非常に優秀でね、引っかかりがなくてね、非常に、はい、いい感じですね。まあ、私が腕をね、突っ込んでいたので膨らみましたけどね、まあ、こんな感じのものですね。はい、こんな感じですね。まあ、外ポケットはないんですけど、まあ、逆にね、中側に内ポケットがあるので、なんかね、貴重品を落とさ、逆にある意味ね、外ポケットがあるとね、まあ、貴重品落としちゃったりするんですけど、まあ、中にね、内ポケットがあるのでね、貴重品は落とさないと思います。じゃあちょっと最後にね、ゆっくり外観を映していきます。表はこんな感じです。
はい、また両サイドですね。で上ですね。であと下ね、下がね、はい、こんな感じで待ちがね 2.5 ミリぐらいと1センチぐらいの待ちがありますという感じですね。はい、で大きさはね先ほども映しましたけど、まあ、大体ねゲットナビの半分よりちょっとちっちゃい感じぐらいかなといった感じですね。こちらのね縦もねゲットナビの雑誌とほぼほぼ同じぐらいですね。どうでしょうね、こうやって私が触っててね膨らますと結構な厚みがあってね、いい感じだと思いますね。はい、こんな感じですね。ちょっとねこちらのあのゲットナビのねあの雑誌を見るとね私がちょっと勘違いしちゃったんですけど、ちょっとなんかね本当になんかあの レザー調のカバンなのかなと思ったんですけど、ここにねあの大人なレザー調ロゴって書いてあるんですね。だからこいつ自身はあのレザー調ではなくて、ここのねコールマンっていうねこちらのロゴが、レザー調なものが、刺繍されてますよといった感じです。まあ、ただね本体自体はレザー調じゃないですけど、これはねあの先ほども何回も名前出しちゃって大変申し訳ないんですけど、ポーターのね、シリーズにありそうなね、この布のようなレザーの、 あのナイロンのような感じで、ナイロンっぽくなくてねどっちかというと布っぽいですかね、あのジーンズっぽいジーンズのような、手触りになってます。はい、あとね、こちらですかね、こちらのショルダーストラップは正直言って、よくねこういう雑誌の付録についているナイロンのね、ちょっとね若干、こちらのね質とは落ちるようなストラップなので、これはね逆に自分で好きなものがあったら、まあのねストラップだけって売ってるので、ちょっとねあのハイレベルなねあのストラップにチェンジしてもいいんじゃないかなと思います。こちらはね後で長さ最長の長さを、概要欄の方に記載しておきます。今ね短くなってますけど、今ね最短はね1メートルぐらいですね。これ大体最短が1メートルで、その分ここからねここまであの伸ばすことができるので、多分これが1メートルだったら1メーター80センチか60センチ1メーター60から80センチぐらい伸びんじゃないかなと思っております。正確なものは概要欄の方に載せておきます。あとねこのゲットナビのねホームページもあるので、そちらも概要欄の方に URL 載せておきますので合わせて見ていただければと思います。はい、最後の締めになります。おさらいになります。今日買ってきました雑誌付録レビューの雑誌はこちらですね、ゲットナビの11月号になります。で、今回ね雑誌の付録レビューで、ついていたものはコールマンの、ミニショルダーバッグがついておりました。実際ちょっと遠目でね、先ほどはアップで写してましたけど、遠目でね私が手で持った感じは、こんな感じになってます。はい、こんな感じですね。遠目で見るとこんな感じの、サイズ感になりますね。はい、こんな感じです。よろしいでしょうか。はい、まあね結構ね、まあ、こんな感じでねあのミニショルダーバッグとしてはね、ちょうどいい大きさですね。大きくなくちっちゃくなくといった感じでね、ちょうどいい大きさなんで、これはねいろいろ使えるんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じで実際ね、箱の中に梱包されて店頭に置いてありますので、私の方がね、素人なりの雑誌の付録レビューって形で、まあ、素人の私がこう触ってみてねどんな感じなのかというのをお届けできればと思ってやっておりますので、引き続きね購入の参考動画として見ていただければと思います。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければ、高評価もお願いします。まあ、こんな感じでね、これから年末に向けてもしねもっとね、いっぱい
ぱいね、いろんないいものが出てきましたら雑誌の付録レビューって形で私が、素人として開封して、触ってみてね、皆さんの参考動画になればと思いましてやっておりますので、引き続きご視聴いただければと思います。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。